今まで本当にありがとうございました。皆さんこんにちは、大川祐介です。はい、久しぶりにお台場のオフィス、今日はね土曜日の、16時なんですけれども、一人で収録しております。ごめんなさい、一人じゃないです、安藤くんがあちらにいます。はい、今日はですね、タイトルにもある通り、大川は今日何をね発表するのかと思った方もいるかと思うんですが、もしね、この動画をご覧の皆さん、お時間がある方は概要欄にリンク貼っておきますので、約3年前、僕は22歳の時に LA に留学しますっていう動画と、タイトルにもある通り、LA に行きます。あとは、この年始か年末かな、2021年のチャレンジっていう、動画を出したと思うんですね。で、そこで2つ目標をお伝えしたと思います。一つはカメラブランドの立ち上げ、アメリカにね行きたいと思ってます。一つはアメリカに行きますっていうこと。これは LA に留学しますって言った時に、本当に LA に行く準備をしていたんですが、コロナウイルスがね猛威を振るって、セブ島から急遽帰ってきたんですけれども、そういうねアメリカに行きますっていうのをいよいよ実行するっていうこと。あと二つ目ですね、イメージングブランド Q、これカメラを作ります。で、最初はアクセサリーから始めますとお伝えしたと思うんですけれども、そこに対して大きな変化があったので、今日のね、目的は、このオフィスを解約して出る、そして次何をするのかっていうのを、いま一度ね、皆さんにお伝えできたらなと思っております。はい。っていう感じですかね。2 hours later. 以前、約1年前に、もう同じことを言っていましたよね。そのイメージングマンの Q で、カメラを作りたい。で、まずはアクセサリーからやると。で、それが今どうなってるかで言うと、無事ね、旧デイパック、カメラ好きのための日常と撮影体験をシームレスにする。より多くの人たちに撮るっていう体験をね、してほしいっていう思いで出したんですよ。で、それが一応クラウドファンディングで800万の支援。日本だけに限らず、世界計、何カ国だっけ？覚えてる？世界何カ国だっけ？キックスターター。9ぐらい。そうですね。結構、10カ国ぐらい。なんでそんな適当なこと言うね。はい。すいません。またちょっと調べておくんですけれども、本当にね、世界中、日本だけに限らず、いろんな方に、購入していただきましたと。で、その時、状況としては何だったかっていうと、トランスインクって、投資家、とか投資機関から、約1億円の資金調達をして、ある意味その事業をグロースするために投資していたんですね。で、その投資していた事業はYour Schoolって言って、クリエイターの魅力とか思いとか、いろんなものを一つのコンテンツにまとめて配信するって言ったらどうもですね、そういう事業を筆頭に、動画制作事業や僕の YouTube の活動もそうだし、あとは動画スクールとか、オンラインサロンで、イメージングブランド Q と並行して走らせてる事業が無数にあったんですね。これ何かで言うと、もちろん資金的なリソースも分散するし、人材、人のリソースも分散するし、ある意味その選択と集中が全くできていなかったんですね。なので、僕はね、Apple のように最初からパーソナルコンピューターを作りたかったが、Apple もこのキーボードとマウスから作ってないですよね。それと同じように僕たち Q もカメラから作りたかったんだけど、リソースの問題でバックパックから始めたっていうところもあります。それが約1年前の当時なんですね。で、今何が変わったかっていうと、やっぱ僕たちも常にいろいろ変化していて、常に自分たちの活動について議論し合っていると。結論から言うと、このままじゃ良くないよねっていうことなんですね。いろんなものを並行して進めることで、本当に世の中を変えるような事業とか、社会にとって最もインパクトのあることを生み出せるかというと、答えはノーだったと。じゃあ何をするかというと、自分たちがやることを本当に絞って、で、しっかりとその事業を育てていくということに舵を切ったわけです。
僕たちトランスはこのイメージブランド Q で当初から人類の記憶を美しくすると、僕はずっと動画クリエイターとして表現していたように、多くの人たちに動画っていうツールを活用して自分の思い出をより豊かに、ね、残していくっていうことに対して、会社が、ね、一丸となって向き合っていくと、まあ、そういう、まあ、舵を切るという意思決定をしました。で、そうなった時に僕たちがじゃあこの空間で仕事をする必要があるんだっけ、日本でいいんだっけっていういろんな話が上がってきて、まあ、当初から僕は当初ね、3年前に LA 留学行きますって言った時は、世界で最も影響力のある動画クリエイターになりたかったから行くっていう意思決定をしたんですね。世界に向けてコンテンツ発信もするし、会社も大きくしていくしっていう、でもやっぱ会社の、経営者としての、まあ、側面もあるので、僕の中でアーティストとその経営者が戦っていたと。それが徐々に変化していって、もう僕がクリエイターとして輝くためにアメリカに行くにはもう弱いんじゃないかと、目的としては。だからようやくトランスインクっていう会社全員でアメリカに、まあ、拠点を移してですね、まあ、移り方はこれからまあ議論しなきゃいけないんだけど、カメラを作る、で新しい記録を作るっていう、まあ、手段をより拡張させるエコシステムがあっちにはあると思うので、まあ、今僕もね、英語勉強してようやく日常会話ぐらいできるようになったんですけれども、まあ、5年後自分たちがより良い状態になるために、今ここで、日本だけではなくて、まあ、グローバルでチャレンジするっていう意思決定をして、そこで皆さんにね、プロダクトとかサービスとか、まあ、事業を通して価値をね、提供できたらなと思っております。はい、以前ね、ツイッターでこのオフィスを出ますっていうご報告をして、まあ、本当にいろんな方からね、言うても3年半僕が動画クリエイターとしても未熟なタイミングからここに引っ越してきて、まあ、今振り返るとマジで大人になったなって思うんだけど、まあ、そのようにね、なんか自分の20歳の時のルックスとか喋り方とかから今って変わってるんですよね。だからこれが見れるっていうのが動画の魅力だと思ってるし、そんな動画の魅力をね、多くの人たちに伝える思いで、これからもね、あと YouTube を通して皆さんに発信したいなと思っているし、本格的にね、カメラを作って皆さんにね、お届けしたいなと思っております。で、一応ね、このお台場引っ越すわけですけれども、せっかくね、引っ越すってことなんで、シンプルに解約するのはもったいないなと。せっかくね、こういういろんな思い出があるこの環境を、次のね、志がある方にいわゆる移行するっていうのもすごく面白いかなと思っていて、以前レッドヘリウム 8K とかコモド 6K を売りますってなった時に、視聴者の方にも実際にお渡ししたんですね。なのでこのオフィスもぜひね、入りたいという方がいたらご連絡お待ちしております。概要欄に詳細と貼っときますので、もし興味があるという方がいたらぜひご連絡いただけたらと思っております。はい、それでは2021年の10月29日に収録しているということで、次ね、皆さんにこういうふうに今の状況をお話しする動画でどうなってるのか、すごくワクワクするんですけれども、確実にね、今までこの産業、いろんなカメラを紹介してきましたが、いよいよね、僕たちがカメラを作るということで、皆さん、乞うご期待ということで、いってらっしゃい。ダメ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 。はい、そんな感じで今日も最後までご覧いただきありがとうございました。それでは皆さん、バイチャ。